緊張してます。首相挨拶が練習時間だと思います。その授業も人それぞれで組んでる授業は違うんですし、みんなが集まれる時間でしか合奏ができない、その短い時間でいかにどんだけ合奏を詰めてやれるかの違いだと思います。柴田先生が的確なアドバイスをくれて、そこからもうみんながもうすぐ切り替えてやれるような、もう本当に短期集中型でやっています。雰囲気はとてもいいです。なんか大人見た人もいれば、まだ高校生や4年空いてるので、いろいろな年齢のギャップというのもありながらも、しっかりみんなが仲良くやっていけてる部活だと思います。ご飯も行ったり遊んだりしてますね。まあでも明確な目標としては全日本吹奏楽コンクールで金賞を取りたいと思って、一人一人の技術面を徹底して上げていきたいなと思います。コロナ禍っていうこともあって練習時間もあんまり長くないですけど、来年はもう少し緩和されると思うので、しっかり練習に取り組んでいきたいと思います。頑張ります。パフォーマンスはもう人に見せるものだから、自己満足で終わらせ、はい、ね、人を喜ばせるため、はい、頑張ります、はい、お願いします。
Thank you.